さあ、いよいよ始まりました第1志望合格への道特別編。今回のテーマはじゃん、法文社さんの経営談。7月倫理増大学入試推薦総合型合格対策会、こちらの効果的な使い方を伝授します。担当するのは私、さなる予備校高等部の小林雄一郎です。この7月臨時増加、昨年に引き続き私も回答例を執筆しました。実は本当に有効活用に推薦して、私はこの7月臨時増加と推薦総合型受験年間がある9月臨時増加は毎年ストックしておいて受験指導に役立てています。特にこの7月臨時増加は各大学の具体的な面接や小論文の内容、そして先輩からのアドバイス後半部分には実際の国公立大学の問題やその回答例が載ってくるので、とても活用しやすいんですね。今回は特別に、本当に特別ですよ。私が生徒指導で活用している施策、これの一部を紹介したいと思います。実はこの大学入試推薦総合型となってますけれども、推薦総合型入試以外にも最近増えてきている国公立大学の二次試験や私立大学の一般入試で扱われている小論文とか総合型入試、まあ、例えばこんな感じで図表を使った総合型の入試問題っていうのはとてもよく作り込まれていて、いわゆるその国公立大学の総合問題に近かったり、あとはこういう文章がねたくさん載っているような、小論文の問題っていうのも、多く扱われるようになってきました。こういった問題がとても多く載っていて、宝の山と言えるような内容になっています。さらに工学部系の問題も使えます。入試改革が叫ばれる中で思考力を問う問題というのが増えてきていますが、推薦入試の問題っていうのは数学や物理の問題も思考力を問う問題が多いです。さらに良問が数を含まれていて、良問というのは思考力を問うというだけではなく、実際にそのものの本質的な問題が多くて、でその本質を問う問題というものをしっかり解き込んでいくことで、その科目の本当の力をつけることができます。大学入学共通テストに向けた対策として使うのであれば、そのレベルの問題をピックアップして解き込んでいくので、しっかりと対策もできるんですね。本当問題数も、その年の推薦の問題がこれだけ載っているものは他にないんじゃないかな。この7月臨時増加、少し値は張るんだけれども、その値段以上の価値があると思います。毎年ストックしていくと、バックナンバーも揃っていますよね。さなる予備校高等部の学習参考書コーナーにもストックが並んでいるので、ぜひ活用してみてくださいね。今日のまとめです。7月臨時増加、推薦総合型入試だけではなく、共通テストや国公立大学の知識、私立大学の一般入試にも活用できる一冊です。ぜひ自分の第一志望合格に役立ててください。